マレー鉄道、マレー鉄道、マレー鉄道、略称、KTM は、厳密かつ協議には、マレー半島南部を占める国マレーシアを縦断する、鉄道路線の総称、もしくは、これを運営するマレーシア鉄道公社に対する、一般な故障である。本校では、この定義に基づいて記載する。歴史的経緯により、シンガポールにも、鉄路を伸ばしている。現在、 資産所有、管理と、上部、運営、運行を、別事業定が行う上下分離方式が取られている。なお、抗議には、大の首都、バンコクから、大国鉄南線を経由し、マレーシアイコール大国境のパダンブサールを介して、ケダ線及び、ウエストコースト線を結び、シンガポールに至る、マレー半島縦断鉄道ルートを総称する、名称として用いられることもある。ただし、 歴史的には、マレー鉄道と大国鉄南線は、マレー半島縦断鉄道という構想のもとに、計画されたものではない上に、現地でもマレー鉄道の名称はもっぱらマレーシアの鉄道を指すごとしてのみ使用されている。また、大国鉄では、南線の故障として、マレー鉄道の名称を用いることもない。したがって、この講義の故障は、太平洋戦争期における、 旧日本軍の戦略上の構想や、第三国の気候作家もしくは旅行業者による、誤解、語気が広まって定着したものと思われる。歴史は、海峡植民地時代に遡り、1848年に、鈴の大交渉が、ペラ王国、現在のペラ州で発見され、鈴を港まで運搬するために1885年6月1日に、タイピンポートウェルド館、 このポートを得る都市線はすでに配線が、ペラ国有鉄道、英語、ペロックガバメントレイルウェイとして開業したのが、始まりである。マレー鉄道開業100年にあたる1995年8月14日には、クアラルンプール近郊の交通渋滞解消を、目的に、既存のマレー鉄道の路線を、複線、電化支電車を運行する都市型輸送に特化した、KTM コミュータが、 ラワン・クアラルンプール間で運行を開始した。その後、KTM コミューターは徐々に運行範囲を拡大してきている。所有は、鉄道資産公社、略称、パック、または、ラック、マレー語、パーバドノンエイセット・ケレタピ、英語、デイルウェイズ・アセット・コーポレーションである。運営、運行は、マレーシア鉄道公社、略称、KTMB、マレー語、 ケレタピタの村イワーハット、英語、マライアン・レイルウェイズ・リミテッドである。KTMB は、パックと共に1992年に、マレーシア国有鉄道、英語、マライアン・レイルウェイ・アドミニストレーションから、鉄道事業を受け継いで設立された会社であるが、いずれもマレーシア政府が管理する団体である。3つの本線といくつかの支線から構成されている。 西海岸大国境のパダンブサールから武器ムルタジャムに至るケダ線 158km バターワースから武器ムルタジャムでケダ線に合流しクアラルンプールを経てシンガポールに向かうエトコースト線 785km がある。一般的にはこの2本の本線はパダンブサールからシンガポールまで1本の本線で紹介されることが多い。同じく 大国境の東側海岸付近にあるトゥンパから、マレー半島中央部を走って、ウエストコースト線に、グマスで合流する、イーストコースト線 528km などがある。基本的には、単線で非電化であるが、近年ウエストコースト線を中心に、複線電化工事が進められており、KTM コミューター運行区間と、ウエストコースト線の一歩を寸外ガルカンが、 副電化され、現在は、ケダ線のパダンブサールまで電化されている。機間は1000ミリメートル、すべての区間で運行、一部の区間で運行。旅客輸送サービスは、長距離列車を運行する、KTM インターシティ、都市間高速電車を運行する、KTM エレクトリックトレインサービスと、クアラルンプール近郊で、通勤電車を運行する、KTM コミューターに分けられる。 KTM インターシティは3つの本線を中心に運行している。北部は大国鉄に接続しており直通列車が運行されている。南部はシンガポールのウッドランズトレインチェックポイントまで稀鉄道として運行されている。2010年にウェストコースト線の伏線電化区間で開始された運行サービスで全列車専用電車で運転されている。KTM コミューター は、長距離輸送の KTM インターシティに対して、クアラルンプール近郊で、近距離輸送に特化している。3ルートあり、運行区間は、全線複線電化されている。マレーシア国内の長距離輸送手段として、多くの貨物列車がほぼ全線にわたって、運行されている。KTM インターシティより、運行本数が多い。大国鉄への直通列車も運行されている。 シンガポールからマレー半島を縦断したいまで往復する国際観光列車で雰囲気やサービス、食事も豪華そのものである。運営はベルモンド社でマレー鉄道や大国鉄は路線を貸しているだけである。つまりベルモンド社は日本の鉄道事業法でいうところの第二種、鉄道事業者に相当する。以下に掲げる駅の並び順は実際の起点から終点ではなく、 北から南へ並べてある。一般的にバダンブサールからウッドランズトレインチェックポイントまで一本の本線で紹介されることが多いが、実際はブキ・ムルタジャムを挟んで南北で路線が異なる。ケダ線の起点はブキ・ムルタジャム駅、終点はバダンブサール駅である。大国境から南下してきたケダ線はブキ・ムルタジャム駅の手前で急カーブし、 北西方向に向きを変えて武器・ムルタジャム駅に入線する。一方北西方向からはバターワース駅からウエストコースト線が伸びてきており武器・ムルタジャム駅で合流する。そのため、ケダ線とウエストコースト線の分岐点は武器・ムルタジャム駅の一方方、南東側になっている。なお、ケダ線とウエストコースト線を直通する列車は武器・ムルタジャムでスイッチバックせず。 一度バターワースまで入線しスイッチバックする。武器・ムルタジャム駅に二度停車することになる。伏線電化が完了している。一般的にバダンブサールからシンガポールまで一本の本線で紹介されることが多いが、実際は武器・ムルタジャム駅を挟んで南北で路線が異なる。ウエストコースト線の起点はバターワース駅、終点はシンガポール駅である。 クアラルンプール駅が手狭になったことから2001年4月16日、クアラルンプール駅南方にキロリットルセントラル駅、キロリットルセントラル駅を新設、クアラルンプールのターミナル機能を移している。なお、クアラルンプール駅は KTM コミューター及びイースタンオリエントエクスプレスのみ停車する。2008年から一部の KTM インターシティ及び2008年12月1日から 運行を開始したキロリットル、一方シャトルサービス全列車が停車するようになった。現在は、下田線のタイトの国境駅である、パダンブサールまで電化が進み、KTM インターシティと共に、KTM エレクトリックトレインサービスとして、電車も運行している。進行中の計画がいくつかある。1908年10月15日、一方トゥロの間が、トゥロの支線として開業した。 第二次世界大戦時に日本軍によって撤去され、対面鉄道に転用されたが、終戦後も復旧されず一方ハリムカンダが残され、現在に至っている。1905年11月1日に全通。1995年にバトゥ分岐点スントゥルカンが複線電化され、KTM コミューターが運行している。貨物列車も運行している。 2010年7月29日、スントルワトケーブス間の伏線連化工事が完成し、一つの新駅開業とともに、KTM コミューターが延長運行された。これ以前は、毎年2月初旬に、バトケーブスで行われるタイプサム開催期間は、スントルワトケーブス間に早朝から深夜まで、多数の臨時旅客列車が運行された。なお、 2010年のタイプサム開催期間中は、KTM コミューターの試験運行で、旅客輸送が実施された。1886年9月15日に、クアラルンプールスンイ、クラン、パダンジャワブキ、バダッカンのブキ、ケダ付近カンが開業。1899年1月1日に、全通している。1995年に、複線電化され、KTM コミューターが運行している。 貨物列車も運行されている。ポートクランの北西に建設されたノースポートへの貨物輸送を目的に建設された線である。インダ島に建設されたウエストポートへの貨物輸送を目的に建設された線である。伏線規格で建設されているが、敷設されているのは単線である。リクソン港からスレンバンまで貨物を輸送するため、 マレーシアで3番目の鉄道として1890年5月6日に開通。1901年、ポートディクソンにシェル石油の製油所が創業を開始し、ポートディクソン支線は石油製品の輸送で輸送量を大きく伸ばした。その後1964年にエッソの製油所が創業を開始し、それ以来ポートディクソン支線は石油製品の輸送ルートとして大きく貢献した。 1997年、スレンバンマイナスポートディックソン高速道路が開通。石油輸送は次第に自動車輸送へと切り替えられていった。近年の運行ダイヤでは1往復、2時の設定となっていたが、運行されない日もあった。2008年7月11日17時15分頃 ヌグリスンビラン州ランタウ近くのプライムラでディーゼル機関車が牽引する14両編成の液化石油ガスとディーゼル燃料を輸送する過列車の内機関車と過車10両が脱線、内3両が転覆した。それ以降、全線で運行が停止されている。なお、旅客列車は1970年代中期に運行を停止している。2008年8月16日から スレンバンポートディクソン間で観光列車を運行する予定で試運転が実施されたが、線路の改修が複数箇所必要であることが判明し、観光列車の運行は実現しなかった。2009年2月16日、ポートディクソン支線の廃止予定が報道されている。2002年1月21日に開業。開業以来、貨物列車のみ運行されている。全区間単線であるが、 構造物は伏線仕様である。当線は貨物列車のみ運行されている。ジョホールバルからのシャトルトレインの運行計画が発表されたことがあったが運行はされていない。イーストコースト線はプランテーションの作物などを輸送することを主目的として付設されたため、実際には海岸沿いではなく幹線道路や大きな町と離れた人口の少ない山間部を走る区間が多い。 そのため、ジャングルトレインという愛称でも呼ばれている。現在この線は、列車が運行されていない。ランタウパンジャン駅からタイトの国境でもある、コーロック側を、ハーモニー橋で渡りたい、国鉄の国境駅であるスンガイコーロック駅まで、線路がつながっている。しかし、ハーモニー橋のマレーシア側が2008年頃から、鉄条網で封鎖されている。耐震南部で頻発する。 イスラム過激派のテロ攻撃を警戒した措置だと思われる。イーストコースト線では閉塞方式に未だにタブレット閉塞式が使われており、腕木式信号機も現役である。ウエストコースト線ではウッドランズトレインチェックポイントシンガポール間で路線廃止までタブレットが使用されて、武器ティマ駅ではタブレットの通過樹脂が見られた。 また、シンガポール国内の踏切信号などで、腕機式信号が見られた。マレー鉄道の近年の輸送実績を過表に記す。輸送量は、KTM コミューターを中心に着実に増加している。マレー鉄道の近年の収入実績を過表に記す。KTM コミューターの運賃収入が着実に増加している。本線である、 ウエストコースト線とイーストコースト線を基準に、北から南へ、マレー半島を下る列車は奇数、南から北へ、マレー半島を上る列車は偶数である。ただし、ウエストコースト線のグマスイホクとイーストコースト線を直通する列車は、イーストコースト線を基準に付与される。ウエストコースト線では、下り、偶数、上り、奇数となる。1948年に、 ディーゼル機関車を導入し、蒸気機関車の置き換えを進め、1972年にはすべてがディーゼル機関車に置き換わった。旅客列車、KTM インターシティは、機関車が経営する客車編成である。過去に、機動車も導入されたが、現在は使用されていない。なお、1995年から運行を開始した、KTM コミューター用二三形式の電車がある。 1957年から導入され始め、現在までに8機種が導入され2機種が退役している。このほか、インドからの仮入れ機が使用されている。なお、インドからの仮入れ機を除き各機に相性がついており、運転台横に取り付けられたナンバープレートの車号上部に表記されている。本型機は日本通運がチャーターして運行される国際コンテナ列車。 日本エクスプレスを牽引して、タイのバンコクまで姿を見せる。KTM コミューターには専用の電車が在籍している。編成番号の EMU は、英語で電車を意味するのを略称である。一方、ラワン間の電化伏線化工事の完成に、伴い、6両編成30両の電車を、新造、2010年8月12日から一方、キロリットルセントラル、スレンバン間で、 KTM ETS という新サービスとして運行を開始した。2010年10月13日からは、KTM コミューターの朝晩各1往復、6カーズコミューターにも使用されている。編成番号の ETS は、エレクトリックトレーンサービスの略称である。なお、この電車はマルベニが受注し、車両は現代ロテム、電装は三菱電機が製造を担当した。 JR 西日本より14軽客車が7両、24軽客車が1両、JR 九州より14軽客車が6両乗と、された。期間変更等の工事及び、外部塗装一部変更の、上マラヤンタイガートレインとして2012年2月1日より、行を開始した。貨車は、ボギー車が中心となっている。なお、車種の略称が、形式になっている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。